ポール・エルビューユ。岸田国夫。1895年、やっとこ。を発表して、一躍劇団の注目を引いたポール・エルビューユは、1897年、人の起き手、三幕が、国立劇場の上演目録中に加えられる幸運を担い、次で1901年、ボートビル座における許可送り、 4幕の素晴らしい舞台的成功によって、ついに各時代的劇作家の名を欲しいままにした。彼は自由劇場の運動から何らの影響を受けていない。小説家として一面写実主義的傾向を持った彼は、その戯曲において全然概念的な舞台表現を試み、 この点がかえって写実万能の当時の劇団に一つの神秘として迎えられたことは言うまでもない。彼の推奨者はことごとく伝統主義を標榜する批評家であったことも注意しなければならない。彼の取り扱う主題は常にある問題の解決である。彼の描く人物はことごとくある原則の傀来である。事件の推移はあくまでも論理的で、 人物の性格はあまりに類型的である。彼は法律の欠陥、制度の不合理、道徳の矛盾、因襲の誤りを攻撃するために、一切の要件を具備した人物と、その関係と、順序正しき事件とを想像する。舞台の上には、生命の連鎖がない代わり、論理の脅威による絶え間なき感動がある。対話は極めてぎこちない文語体で、 ニュアンスと陰律に乏しくしかしながら理路整然ととして淀むところがない自然主義末期の卑猥劇に眉を潜めつつあった当時の受批評団がエル u の作品に古典劇の炭素さと厳粛さとがあることを指摘したのはあながちその芸術的手法の点にのみ触れたのではあるまいこれを要するに劇作家として彼に最も欠けているところのものは死と 基地であるが彼は徹頭徹尾、冷ややかな弁償家であると同時に、優しい道徳家であり、その冷ややかさによって人を打ち、その優しさによって人を動かす呼吸を誰よりも心得ている。それがこの戯曲の持つポピュラリティである。名優、ジャレンヌ夫人の死骸は、女主人公、サビーヌを不朽なものにした。このことは、 まさに演劇史上の奇跡であるこのほか、彼について私が知っていることは、彼が外交官であったこと、聖杯を抜いてアカデミー会員になったこと、非常に光明心の強い男であったこと、これくらいのものである。許可送りは十数年前、炎祭祭と題して翻訳したものである。その頃の私と今の私とは、 この作品に対する考え方もすっかり変わっている。それにしても、二国近代劇の私的研究から、ポール・エルビウの名を除外することは不当であり、劇作家エルビウの作品から、その代表作として、許可送り、一辺を選ぶことは、おそらく自然であろうという見地から、自分のかつて費やした労力を無駄にしたくないという未練さも手伝って、今日、これを、 本全集中に加えることを許諾したのである。